カズミンの地元だったりゆかりの地っていうのを今回巡っていこうというところの今回第1弾になります。中パンカフェってところに来ました。これね、スキーバスケット来ました、道の駅富浦ビワクラブ。これね、もうね、香りがね、もうビワ。どうも、カズミンゆかりの地を堪能したいエタです。今後もカズミンの芸能界活動を応援していきたいパンクです。はい、今回ね、今いる場所が千葉県はね、南房総市にあります原岡海水浴場に来てます。はい、まあ、ここね、今ね、景色映ってたの。なんでここにいるかっていうと、まあね、今回の今年の9月の方で、カズミンの方が麦坂46を卒業するということで、カズミンの地元だったりゆかりの地っていうのを今回巡っていこうというところの今回第1弾になります。はい、で、ここなんですけど、以前にね、地元ツアーって言ってカズミンがね、いろんなメンバーと来た時の、最初にオープニングを撮った場所になります。ここ、強風のね、そう、昔は撮ってたオープニング。で、今は雨と風、はい、さらに雨もあるっていう、ね、そこまでね、再現してるという、再現してる、圧倒的再現率の高さでね、お送りしております。はい、はい、まあ、今回、まあ、そういうことなんでね、まあ、カズミンが地元だったりとかゆかりのある場所今から巡っていこうと思います。はい、それでは楽しんで行きましょう。はい、じゃあね、さっきも言ったんですけど、ここ1カ所目の方が原岡海水浴場になります。で、まあちょっとね、海水浴場なんて言ってますけど、今雨なんでほぼ誰もいませんね。いや、多分コロナの関係で海水浴場は開設されてないっぽい。そうだから、まあ、とりあえずね、せっかく来たんで、まあちょっとあいにくの天気でちょっとロケーション悪いですけど、ちょっと歩いていきますか。はい、あ、じゃあ晴れてたらさ、あっちの方にさ、富士山見えるんでしょ。あーね、らしいね。まあ見えるわけもないですよねこの天気なんでね。ここね、すごくね、写真でも貼っとくか。そう、ここすごく天気がいい夕方だとめっちゃ綺麗に写るらしくて、ちょっと写真を貼っとこうかな。映えスポット、映えスポットらしいけど、え、てか普通にさ、こうなんか海にさ、こういうなんか桟橋みたいなの浮いてるの かっこいいっていうか、なんかおしゃれだよね。はい、なんか音作りたかったの。そうそう、なんかなんか急に行くの嫌になってきた。なんか急に行くの嫌になってきた。絵が足りねえなと思ったら全然落とすよ。オープニング撮ったばっかや。落ちは早い。まずここ、だからショートかなんかで、ね、ショートかなんかで、ね、ショートいや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 、機材トラブルかなんかで映ってなかったってことでしょ。あの映す時のノリじゃない、これは。あれはあったかかったからよかったけど、今日寒いから。ちょっと雨がやばいですし、ちょっとあんまり天気は良くないので次の場所行きたいと思います。はい、はい、じゃあね、次の場所はここ中パンカフェってところに来ました。まあ、ここはね、カズミンが乃木中で言ってたチキンバスケット、早口で全然聞こえなかったのチキンバスケットおすすめしてたよ。おすすめしたから、はいはい、すごい美味しいらしいね。まあ、とりあえず行ってみましょうか。はい、はい、これね、チキンバスケット来ました。なんかこの唐揚げとパンがついてて、で、中にこのバターとマヨネーズとレタスとトマトが入ってる感じ。これは全部あれですか、ハンバーガー。そうやって食う。いや、どうやって食う。違う、普通に別々で食う、挟んで食う。別々だと一緒に
食べてみてよ。とりあえずそこのさ、カズミンが言ってたら唐揚げがうまいんだよね。そう、唐揚げが揚げ物苦手でも食えるんですよ。俺、揚げ物めっちゃ好きだから、見た目の通り普通に好きだから。いただきます。あ、うまっ。じゃあ私も、私もうまっ。あー、あ、わかるわ、わかる。なんかすごくさっぱりしてる。衣が薄いで、すげーサクサクしてる。なるほど。これは確かに揚げ物のこの油感とか衣感が苦手で、その油っぽい感じが苦手でも全然食えるから。初レ食レポにしては完璧ですね。いや、うまいよ、マジで。いや、マジで。はい、じゃあね、こんな感じでじゃあいただいていきますか、うん、はい、はい、チキンバスケット食べてきました。美味しかったね。カズミ言ってた通りだった。そう、言ってた通りだった。まあ、本当にね、揚げ物苦手な人でもまず全然食べられるんですよ。俺別に苦手じゃないけど、苦手じゃないけど全然満足できる。なるほどって感じ。なるほどって感じ。すごく理解。次の場所行きましょうか。はい、じゃあ、行きましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあね、こちらやってまいりました、道の駅富浦ビワクラブですね。でここね、ビワソフトとかが売ってるんですけど、これあのカズミンがね、高校生の時とかに、バイトをしてた場所です。ああ、そう。そう。でね、あ、そこで。そう。で、実際にこの中入っていただくと、カズミンのサインとかもあって、おお。そう。で、僕らね、これからビワソフトの方ね、せっかくなんで食べていきたいと思います。元千葉県民なら一回も食ったことない。それな、俺も食ったことないわ。この間言ってたよね。俺は言った。つい最近。ツイッターにね、ツイッターに載せたらね、そこそこね、いいねが来た。環境がね、そこそこね、そう。俺かなりね、早めのおかわりなんだけど。こんなに何べん食ってもいいですかね、ほんと。ね。じゃあ、早速食べに行きますか。はい、行きましょう。はい、これね、ビワソフトを買ってきました。これね、もうね、香りがね、もうビワ。あ、そう。うん、あ、本当だ。もうね、ほんのりビアの香りがする。じゃあ、いただきます。いただきます。うん。あ、ビアだ。あ、うまっ。うまっ。うまっ。口入ってすぐビアって。あ、ほんと。ビア。じゃあ、うまい。これも食べていきますか。うん、はい。はい。はい、じゃあね、ビアソフトを食べてきたんですけど、ね、美味しかったね。美味しかった。めっちゃビアの味がした。当たり前さ、ビワってさ、そんな濃い味のものじゃないじゃん。だからどうなんかなと思ったけど、しっかりビワの味した。しっかりビワの味した。めっちゃ美味しかった。そう。なんでね、ここね、道の駅富浦ビワクラブの方ね、ぜひ皆さん来てね、ビワソフトを食べてみてください。あのカズミのね、サインがね、いっぱいあった。そう。4個か、3つか4つぐらいあって。他の乃木坂のメンバーもね、そうそうそう、マイアンとか。マイアンとか、なーちゃんとか、マナスさん、ワカとかね。個人的になーちゃんのサイン見れて嬉しかったよ。でね、ぜひ、まあね、サインとかもあるので、ぜひ皆さん来てみてください。でね、今回の動画ちょっと、一本にすると長くなっちゃうので、はい、前編後編の方に分けていきたいと思います。で、まあ、これがね、前編の終了なんですけど、まあ、ここまで、3カ所ぐらい回って、3カ所か4カ所ぐらい回ってきたんで、どうですか。いや、そうね。いや、最初の海、ちょっと乃木坂工事中の再現度高かったけど、やっぱ天気いいところ、来てみたかったね。リベンジしちゃう、そう、リベンジしたい、ね。リベンジしたい。ぜひリベンジ、リベンジしたいわ。割とね、まあ、南房総だから、そんな、結構簡単に来れるし。そう、うん、まあ、行きやすいんでね。東京からもね、そう、アクアラインで。うん。まあ、ぜひね、来てもらいたいね。はい、はい、そうだね。ぜひ来てみてください。じゃあ、この後後編の動画行きたいと思います。はい、はい、じゃあね、この動画見てね、カズミンゆかりの地行ってみたいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方よろしくお願いします。それでは次回も楽しんで行きましょう。